こんにちは、ムーです。フランス語の動詞アブワの全活用を一挙に確認できる動画をお送りいたします。フランス語の動詞の活用は全部で14種類、その中でも単語そのものの形が変化する単純形全7種類の活用を一挙に音読します。残りの活用複合形7種類については、この動詞の過去分詞うと助動詞アブワの単純形の活用を組み合わせれば作ることができますので、この動画では割愛します。音読は私の友人で南フランスはボルドー出身のネイティブトマさんにご協力いただきました。南フランスのアクセントとなるため、スタンダードなフランス語のアクセントとは異なる可能性があることはあらかじめご了承ください。まずは繰り返し聞いてテンポよく音で覚えてしまう方法がおすすめです。動画の後半でこの動詞の特徴などポイントをお話ししますので、合わせてご参考にしていただけたら幸いです。それでは活用を見ていきましょう。 avoir avoir の過去分詞 eu avoir の現在分詞 ayant avoir の助動詞は avoir avoir の直接法現在 j'ai tu asIl a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Avoir. の直接法半過去. J'avais, tu avais, il avait, elle avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. Avoir. の直接法未来. J'aurai, tu auras.Il aura, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils auront, elles auront. Avoir. の条件法現在. J'aurai, tu aurais, il aurait, elle aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient, elles auraient. Avoir. の接続法現在. J'ai, tu es.Il est, elle est, nous ayons, vous ayez, ils aient, elles aient. Avoir. Non, 直接法単純過去. J'eus, tu eus, il eut, elle eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent, elles eurent. Avoir. Non, 接続法半過去. J'eusse, tu eusses.Il eut, elle eut, nous eussions, vous eussiez, ils eussent, elles eussent. それでは動詞 avoir の特徴を見ていきましょう。この動詞は英語で言うところの動詞 have に該当し、フランス語の動詞の中では être と並んで最も使用頻度が高いものです。なぜこの2つの動詞が他と比べて使用頻度が高いのか、その理由の一つとして、これら2つの動詞は様々な動詞の複合時制を作るときに助動詞として使われることがあるからです。これは以前に配信した動詞の活用を全パターン一挙に把握の動画でも詳しくお話ししていますので、気になる方はそちらもチェックしてみてくださいね。つまり être とこの avoir の2つの動詞はフランス語の動詞全体の中で最も基本となるもので、フランス語の勉強を始める人がまず最初に習う動詞としても定番となっています。それではまずこの avoir の活用全体の中で最も基本となる直接法現在の活用を6つを見ていきましょう。6つのうちのほとんどはスペルが A から始まっていますので、かろうじて原型 avoir の元の形をイメージできなくもないのですが、三人称複数の on に関してはもはや全く原型をとどめていません。よってこの avoir の直接法現在の活用を6つに関しては、ここに何らかの法則性を見出すことに時間をかけてしまうよりも、もうこれはこういうものだと割り切ってあまり理屈をこねずに早いうちに覚えてしまった方が得策かと思います。ただまあ非常に使用頻度が高いこともあって、フランス語の練習を続けていく中で何度も何度も出てきますので、割と自然に覚えていくことができるんではないかなと思います。とはいえの直接法現在の活用6つと同様に、これがスラスラ出てこない状態でフランス語を続けていくのはかなり辛いものがありますので、まあ、この動画を繰り返し見るなどして早いうちに慣れてしまいましょう。今度はこの画面の表全体、特に今見てきた直接法現在以外の部分に着目してみてください。赤く色をつけている箇所は活用の例外、不規則な活用をしている部分です。接続法現在のところは何箇所か例外になっていますが、それ以外は全く例外がありません。規則通りです。
よってこの動詞 avoir の活用をマスターするコツとして、直接法現在と不規則な変化が起きている接続法現在、この2種類の活用の部分を先に集中的に覚えてしまって、でその後に語感の部分を覚えるという方針がおすすめです。ではその不規則な変化が起きている接続法現在の活用の箇所を見ていきましょう。まず三人称単数の語尾、ここは規則通りであれば E、まあ、フランス語読みの U になるはずですが、ここが T に変わってますね。また一人称複数と二人称複数の語感と語尾両方が規則変化しているように見えますが、まあ、これ私があえてこのような書き方をしましたので少し説明させてください。まず語尾のハイフンですが、これは規則通りであればここにアルファベットの I、まあ、フランス語読みの E があるんですけれども、この活用ではそれがないので、まあ、ないという意味でハイフンをここに書き込んでいます。つまり一人称複数と二人称複数の活用はどちらも語尾の方の文字列先頭にある E がなくなって、かつ語感の方の文字列一番後ろにある E が Y に変わった、そんな不規則変化が起きているとみなすことができます。ただですね、ここもしここで規則通りに文字列を当てはめていったらどうなるのかってちょっと見ていきましょうか。例えば一人称複数の箇所、語感が変化せずにあ、いのままで、語尾も規則通り E、O、N、S のままであった場合、そうすると語感と語尾を合わせてあ、い、E、O、N、S という文字並びになりますね。以前に発音ルールの動画で Y、まあ、フランス語読みの Y が出てきたら I2 つとみなして音節に分解して発音ルールに当てはめていくというのをやりましたね。ここでは逆にこの2つ並んだ I を Y、まあ、フランス語読みの Y とみなせば不規則変化というよりかは自然の活用と見えないこともないですよね。こういった見方もできるかと思います。まあ、ここをどう解釈するかは意見が割れそうですので、各自覚えやすい方法を採用すればいいかと思います。では最後に、avoir の語感を見ていきましょう。あで始まるものが3種類、そしてうで始まるもの、計4種類ですね。表に書いてある語感を上から順番に、え、お、お、あ、え、え、こんな感じで繰り返し読みながら慣れていきましょう。